木立の中で佇む四季の体を浄化の風が包み込む。霞がかかっていた思考が少しずつ鮮明になっていく。淡く輝く桜を見上げる彼女の頬を一筋の涙が伝え落ちた。なぜ自分は泣いているのか、その意味さえ四季にはわからない。彼女のまぶたの裏で赤色がちらついた。切な激しい頭痛に襲われ、四季はその場に崩れ落ちる。地に伏せて動かない彼女の体を国威の男が抱き上げる。我が藩院の区別、時はまだ。男は四季と共に深い闇へと沈んでいった。四季は闇の中で目を覚ます。もう己を呼ぶ声は聞こえない。襲い来る眠気の波に飲まれ、桜の記憶さえもおぼろにかすんでいった。彼女は再び闇の中に横たわる。一片の光もささない静寂の中で役目を果たすその時が来るまで。